前秋高田市長で都知事選で前線した石丸晋二氏が11日、テレビ朝日系、グッド、モーニングの単独インタビューに応じた。そこでネットで話題となっている、サブウェイ注文できるかない、意大爆笑する一幕があった。石丸氏は、斎藤千春アナのインタビューに応じ、約1時間20分にわたって話をしたという。 開票速報の時とは一変、石丸氏は終始にこやか。緊張気味の斎藤アナを和ませる一幕まであった。インタビューの中で、ネットでバズっている、石丸公文、についても言及。タレントの深はりが X で、石丸さん、サブウェイ注文できるかな とつぶやいたことをきっかけに、石丸氏がサブウェイに行った際のやりとりを大喜利化する投稿が溢れた。このサブウェイ大喜利について、石丸氏は知らなかったといい、めっちゃ面白いじゃないですか、と大爆笑。この後サブウェイ行ってみようかな。そこでやってみましょうか。との話されてます。って、とジョークっぽくコメント。そして、逆に僕、サブウェイの注文。 めっちゃ早いです、と話していた。サブウェイはサンドウィッチチェーンで、パンの種類、具材などを自分で細かく選ぶことができる。